中央墓地前景ウィーン中央墓地は、ウィーンの中央墓地である。埋葬数において、世界最大規模であり、ウィーンにあるおよそ50カ所の墓地で、最もよく知られている。墓地の名称は、ウィーンで最大の墓地という意味を表し、地理的な位置ではない。墓地は、ウィーン中心部ではなく、郊外のジンメリン区にある。カール・ボロメウス境界敷地内の地図墓地の敷地内を、通る。 8 874年、ウィーンの都市計画の一環として建設された。設立の際に掲げられた理念は、どの個人も国籍、宗教に関わらずここに埋葬するというものであった。そのため、多様な宗教の施設が敷地内に建設されている。中心部には、世紀末ウィーン時代に名市長と呼ばれたカール・ルエーガーの名を冠したカール・ボロメウス教会が立ち、 中央墓地のシンボルとなっている。公園として市民の憩いの場となっており、特に特別名誉地区には国際的に有名な音楽家、芸術家、政治家の墓があるため観光スポットともなっている。埋葬者はおよそ300万人と言われ、広大な面積を歩いて墓参するのが困難であること、そして特別名誉地区などが目当ての観光客のために敷地内には バスも通っている。現在、日本では宇宙層の株式会社銀河ステージが納骨室への埋葬サービスをしている。作曲家区間その他の区間。ありがとうございます。